令和の虎、オールオアナッシング。お願いします。お願いします。早速やってます。あ、ご無沙汰してます。お茶にみです。今日よろしくお願いします。なかなか時間かかりましたけど、ようやくここまでたどり着きました。いや、本当すいません。いろいろ手間取りました。ありがとうございます。寺林社長も見えてる？はい、もう来てます。はい、はい、こんにちは。どうも。こんにちは。おはようございます。めちゃくちゃご無沙汰です。ご無沙汰します。元気ですか？あ、元気です。はい、はい、今日初めてお邪魔したんですけど、はい、ちょっとまずですね、はい、ここあの紹介、これ何ですか？これ、あ、これもアームレスリングジムのトレーニング器具ですね。はあ、だから実践練習プラス、はい、これで、はい、筋肉のトレーニングしてます。筋肉のトレーニングをする、はい、へえ。例えばどうやるんですか？チンパンさんです。あ、どうも、チンパンです。よろしくお願いします。じゃあ僕、チンパンさん、あの、お迎えの時に、そうですね、お迎えの時に、はい、ものすごい久しぶりですから、はい、どうするんですか、これ。ていうか、この理想を鍛えるというか、はい、まあ、持ち方によって全然負荷が変わるんですけどね、はいはい、僕はあの釣り手なんで、こっちの方に来るんですけど、はい、これなんか力が入ってるんですか、これ。あ、結構入ってるんだ、はい、そうですね、はい、こういうことですか？そうですね、あのリストだけ動かすみたいな。あ、ここだけ。そうです、はい、で一応あの、はい、重りがあるんで、これを、はい、あの変えるとかなり重たくなると。あ、はい、そうなんですか、はい、あ、本当だ、はい、え、めっちゃ重たい。だからもうこのリストだけこうやってやるとかなりきついっていう。テレビさんやってくださいよ。初めてですか、こんな。あ、全然重いわ。重いね。もうリストだけこうやってやるだけ、ね、へー、すごい。だから背中にもまあこういう引っ張る程度、こういう、こういうふうに。これは何なんですか？これはこう、あ、うわ、こういう。テレビさんできる2回ぐらいだった。あ、すごい。あ、すごい。これ絶対無理だ。ちょっと期待してるから。これがアームレスリングの、なんていうんですか、これアームレスリング公式台です。公式台、世界連盟が出してる。はい、はい、へえ。だから今世界で大会が行われるとこの基準の台で行われます。なるほど。当たり前にゴーフェスさんの方がチンパンセル強いと思うんですけど、はい、一回ちょっと見せていただいていいですか？せーの、ガーッ、せーの、こんなもん。どこ弱いんで。せーの、あ、すごっ、ガーッ。え、両手でもダメな。強っ、すごい。絶対無理や。あ、これは負けてしまう。嘘や。マジ。絶対無理。ああ。いや、チンパンさんと寺林さんで。一応チンパンも素人の人には多分負けないと思うんで。はい。絶対。レディーゴー。全然お話にならない。ありがとうございます。これが一応たくさんありますよね。5台ありますね。5台あるんですね、はい、あの改めて聞きますけども、はい、この豪傑道場に通ってこられる方っていうのは、はい、まあ、大変失礼ながらすごい田舎じゃないですか、ここ。そうですね、かなり田舎。羽生市でしょ。そうですね、ね、はい、あのやっぱり近辺の方が多いんですか？いや、近辺じゃなくて逆にちょっと遠くの方から本当に強くなりたいやつだけ来るっていう感じですね。車で。そうですね、結構1時間、1時間半、はあ、2時間くらいで来る人もいます、はいはい、頻度としてはどんな感じで来る人が多いですか？週2回やってるんですけども、はい、まあ、大体週1回練習来る人が多いです、ね、あ、ここ自体が週に2回しか開かない。はい、そうです。あ、そういうことですね。この2回に関してはゴーケさんが実際にいらっしゃる。はい、います。はい、で、ゴーケさんが教える感じなんですか？教えながら自分のトレーニングをやるっていう感じですね。あ、はい、で、いわゆるその月額でレッスン料を払って。あ、そうですね、はい、いらっしゃる。はい、はい、女性もいらっしゃるんですか？女性は今はいないですね。あ、今はいないですか、はい、はい。何人ぐらい男性の方？大体20人前後います。へえ、そうなんだ。で、一応チンパンさんもその一人なんですか？それともチンパンさんは経営側なんですか？経営側じゃないです。ただの部員です、はい、ただの部員です。ただもう10年以上やってるんで。はいはいはい、はい、チンパンさんが教えることはあまりない。俺がめっちゃ教えてるけど教えてもらいますけど、ちょっとした軽いことというか、はいはい、難しくないことに。ちなみにチンパさん、ね、今は飯が食えてるんですか？なんとか。今はどんな仕事やってらっしゃるんですか？結構午前中で終わるような、はい、まあ、今月の6万ちょっとぐらい、はい、はい、
なるほど、そんな感じなんですね。で、これからですね、いよいよオンラインサロンが始まるってことですよね。はい、はい、これはちょっと説明していただけますか。オンラインサロンってどんな感じなんですか。基本的にオンラインサロンでやる内容が、はい、腕相撲が強くなる、うん、で練習方法とか、怪我した時の対処方法とか、はい、質問してもらえれば何でも答えるような感じです、はい、あとは腕相撲やってなくても楽しめるように、はい、こういうチンパンとか入れて、はいはい、まあ、楽しくみんなで楽しくやろうっていうファンクラブサイトです、うん、なるほど、はい、結構寺部さん、これ時間かかっちゃいましたけども、かかったね、かかった理由をちょっとかかった理由は出資者の寺部さん、僕のせいです全部僕のせいです、なんかいろいろ本当はグッズも販売したかったんですけど、はい、ちょっとグッズの販売がコロナでまず生産が遅れて、うん、ちょっと販売しにくい状況になっちゃって、はいはい、でまあ、それでいろいろあって、まあ、とりあえずグッズ販売は、うん、後にして、うん、オンラインサロンを最初に動かそうということになりました。オンラインサロンだと、はい、まあ、こういう今 T シャツとか、はい、マスクとか売ってるので、はい、なんかこういう豪傑 T シャツとか、はい、今、はい、こういうのを販売してます、はいはい、ちなみにこのオンラインサロンというのはこの動画の概要欄に貼っておきますけども、はい、月額会費はおいくらですか。予定ですと980円の税金にしようかなと思ってるんですけど、はい、それでじゃあすごいランド文学に入れる感じなんですね。でまあね、はい、1年に1回ぐらいはみんなでバーベキューやろうみたいな、やれたらいいかな。なるほど。ちょっとコロナなんでね、はい、どうやって集めれるか難しいですけど、まあでもじゃあ、はい、変な話ですけども、月額の会費が980円なら100人集まっても9万8000円なんで、これで大きな収益に上がってどうのこうのっていう話ではないですよね、はい、今4万人ぐらいね。そうです、チャンネル登録4万人、はい、そうです、はいはい、まあ、全員が登録してくれればこれね、1% も絶対なんで本当に僕もやってみて分かった、はい、まあね、たくさん会員が集まればこの道場なんかボリューム、はいはい、そうですね、はい、チンパンさんもね、はい、チンパンさんも売ろうと売ろうでやってチンパンさんが売ろうのが一番大事じゃないですか。チンパンさん食わせるからよろしくお願いします。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 はい、チンパンにも出せるんで、はい、そしたらチンパンの生活も安定するんで、そうですね、それも狙いなんですけど、ね、はい、お願いします。もう生活が不安定になって何年経ってる何年経ってるんだろう。チンパンさんちなみに今おいくつですか。10月7日に42になりました、はい、俺より年下なのゴーケさんは自分46です。46、はい、そうですか。じゃあチンパンさんも週に2回はここにいるって感じですか。週1回ですね。チンパンは土曜日メインなんで。そうですか、はい、じゃあ逆に今その残りの6日間はあんま合わない。そうですね、撮影があれば手伝ってもらうという感じです、ね、はい、そうかそうか、 YouTube の撮影がありますよね、はいはい、今日ですね、志願者ロケということで、ここからいよいよオンラインサロンが始まるよということで、はい、撮らせていただきましたので、ぜひ興味のある方はですね、オンラインサロンにお入りいただければ。オンラインサロンの名前決まってるんですか。そのまんまですよね。国決道場ファンクラブオンラインサロン。何分かんない一応、豪傑オンラインサロンだ。豪傑オンラインサロン、わけわかんないです豪傑道場オンラインサロン、サイト出来上がってるんで、豪傑オンラインサロンって名前で、もうサイトはちゃんと豪傑オンラインサロンで出来上がってますんで、これは間違いないです、はい、寺田さん、これからどうやって彼を支援していきますか。オンラインサロンの、はい、まあ、会員を作るために、はい、いろいろイベント企画したりとか、はい、でまあ、こっちでオンラインサロンの宣伝とかもかけてみたりとか、はい、まあ、当然あと岩井社長でいろいろとんでもないです。よろしくお願いします。何もできることないです。ご自身の戦いがいっちゃいけないと思ってます。ゴーケさんね、冷たくてね、なかなかね、協力的じゃないんですよ。いや、ね、ダメですよ、ね、遠い。いや、だから東京行くともう1日がかりになっちゃう。本当ですよね。もう年に2、3回くらいしか行ってない、ね、はい、はい、次回のうちのオンラインサロンのオフ会もですね、ゴーケさん知らないと思うんですけど、なんか勝手にサロンメンバーがアームレスリング大会やりたいとか言ってるんですよ。ああ、なるほど。ジョンさん中心。あ、はい、はい。サロンのあれ、はい、いつも土曜日じゃないですか。はい。豪傑道場の練習日土曜日なんですよ。あ、そうか。土曜日練習日なんで。そうだよね。はい。そうか、そうか、はい、まあ。そんなこともありましたね。はい、わかりました。じゃあそんなことでですね、ちょっと時間かかっちゃいましたけれども、豪傑さんもいよいよ発信ということで、これから始めていかれると思いますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ました。応援よろしくお願いします。はい、お願いします。最後笑顔でチャンネル登録よろしくね。どこのチャンネルや。ここは豪傑道場です。
アームレスリングっていう競技を世に広めたい。この1点につきます。このジムの特徴はアームレスリング専門のジムなので、本気で、アームレスリングが強くなりたいっていう人が来てます。近所の人というよりは関東にいる本気で強くなりたいやつが、合計道場に通ってる状態です。腕相撲を強くなりたい人、豪傑道場メンバーと交流したい人は豪傑道場オンラインサロンへ。豪傑グッズが欲しい人は豪傑オンラインショッピングまで。DX 秒前も令和の裏もエトセトラチャンネルへ毎日配信頑張るぞ。